回は旧コストならではの8枚両刀手を相手に弓到着おるやんけ。開幕取り損ねたら到着4回で詰む予感しかないから、強引にでも副兵当てに行ってグダグダに持ち込めればと思っとったで。慣れてけん枚数で操作が荒い箇所もいくつかあるけど、撤退させたままでええから見た目ほど難しくはないと感じたで。消えろ。残念、もう手遅れだ。死ぬ時はこんなもんだ。家が回らんデカブツめ。なんじゃこりゃ。僕は殺せないよ。勝利を引き寄せるためお力添えしましょう。では失礼。僕にできることは。では失礼。あ、白馬に傷を。そこだ。僕にできることは。無道と脅威をもって天下を推し量る。終わりです。消えろ。何の匂いだ。
よ。消えろ消えろ。そんな、僕にできることは、ヒリヒリ一撃でことをなせるのです。無道と脅威をもって天下を推し量る。では、失礼。我が白馬義獣に敵はない。ゴーグ解放、マスター何の匂いだ。死ぬ時はこんなもんだ。消えろ。なんじゃこりゃ。お相手のデッキとは、粒力が天と地ほどの差があるから、開幕で伏兵全部使い切るつもりで守っていくよ。
にできることは。逮捕だ。もう攻略法なら山ほどある。砕けよ。勝利を引き寄せるためお力添えしましょう。では失礼。感覚は10のカウントあるから、ある程度先を見越して使っていけるで。僕にできることは。逮捕だ。その身に浮かぶ刻印に竜の加護を授けよう。小さいの。何の匂いだ。もう勇気を力に進め。その身に浮かぶ刻印に竜の加護を授けよう。まっすぐに。砕け。勝利を引き寄せるためお力添えしましょう。では失礼。僕にできることは。魔法の切れ味に酔いしれな。待たれよ。死ぬ時はこんなもんだ。もうなんじゃこりゃ。砕け。
ぞ。目が回る。死ぬでも諦めねえ。砕けよ。その身に浮かぶ刻印に竜の加護を授けよう。休憩は終わりです。突っ込んぜ。逃げろ。どうせ逮捕だ。優位だ。再び見えるか。やるんだ。では失礼。ご視聴ありがとうございました。普段使うことで機変構築が遊べるのは統一戦の楽しみやと感じたよ。